インサ沢イは大韓帝国期の管理、皇帝巡州の州と、後に貴族院議員となったイン得意の弟にあたる、日本統治時代の朝鮮貴族の公爵。後武3年に自公院自重官として初めて官職に就き、以降は秘書院進むや英親王府総弁、法部教弁等を歴任した。皇武十年に娘が皇太子理の二番目の日として迎えられ、 大韓帝国軍副将、三計事りごと官を務めた。翌、劉博氏元年、順州が即位して、娘が皇后になったことにより、解放不倫君に進む風され、君一党大局賞及び理科大受賞を受けた。日韓併合条約締結後の1910年10月16日には、朝鮮貴族として公爵に列せられた。併合後は、以前から抱えていた。 債務問題で破産宣告を受け、債務王、借金大王、大債王と呼ばれた。1920年に長男のインヒロシヘンと共に北京へ渡った。1926年に利用が皇居すると国葬に参列するために帰国したが債権者からの取り立てに苦しめられて再び北京に逃れざるを得なかった。北京滞在中の1935年。 当地で隠しした。2002年に発表された新日派708人名簿と2008年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者二次名簿に選定された。2007年には新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為195人名簿にも収録されている。 長男のインヒロ紙編は独立運動に身を投じていたために次男のインタケシ将が就職することとなった。長男の学府に李徳恵の王族貢献人を務めた李王職長官の藩将主。藩将主は1906年に内閣初期官長に任命され、併合後、明治政府から断釈を授けられた人物。藩九1931年5月19日、藩将主。 植民地金融政策の指摘分析交渉済みお茶の水処方 1972P33 ありがとうございます。